支払ってしまったんだ。大切なもの、幸せな時間、そして僕を形作る全てを。僕は人形、壊れてしまったいびつなかけら。誰かの大切なものを壊すために存在する。去らなければならないこの世界を僕はきっと壊してしまう。大切なものならば手元に置いておかないことだ。どこかこの手の届かないところへ遠ざけておかなければならない。僕の闇がこの場を汚してしまう前に、去らなければならない僕の存在が彼女を傷つけてしまう前に。よしは、いぶし銀ジャンボカマキリやタツノオトシゴダブルでも満足しないとは。我が弟ながらなかなか好みランクの高いやつ。だが今日という今日は満足させてやる。伝説のあの虫でな。あら、エステルちゃんじゃない。どうしたの、そんなところで仁王立ちしちゃって。今日も虫取り？えへん、今日の私は一味違うのよ。あらあら、そうなの。うん、そう、今日は特製のシロップを作って虫をおびき寄せるの。そのシロップを使うとすっごい虫が集まるんだ。まあそれはすごいわね。じゃなくてエステルちゃん、あなたももう11なんだから、もうちょっと女の子らしい格好をしないとダメよ。だってこの服でないと動きにくいんだもん。じゃあね。あ、エステルちゃん。はあ、相変わらずね。まずはシロップの材料を集めないとね。ドラゴンビーンズはエリッサに頼んで分けてもらって、新鮮ミルクと取れたて卵はティオにねだろうと。なんか急に土台生徒。よし、まずはエリッサに会いに行こうと。エリッサ、まだお店の手伝いしてるのかな。エリッサ、昨日のヨシア君かっこよかったよね。またハーモニカ吹いてほしいな。それがさ、ヨシアったらあの後から一言も口聞かないのよね。え、そうなの。私がハーモニカを取り上げて勝手に吹いたのがいけなかったのかな。エステルってば。あのね、エステル、ヨシュア君何にもお話ししてくれないけど、きっと何か辛いことがあったんだよ。だからね。うん、わかってる。え、ヨシュア何か悩んでるんだよね。時々すごく苦しそうな顔してるもん。でも多分私じゃ力になれないから、だから今はただ元気づけてあげたいんだ。エステル、じゃあドラゴンビーンズちょうだい。え、あのコーヒーに使うやつ。いきなり何、あんなの何に使うのよ。内緒。エステルがそうやってねだるときって何か企んでるときよね。まあいいや、ちょっと待ってて。ドラゴンビーンズ。よし、次はティオの番だ。新鮮ミルクと取れたて卵をもらってこなくちゃ。ねえエステル、何を企んでるの。
後でエリッサにも見せてあげる。びっくりして気絶しちゃうかもしんないけど。じゃあ遠慮しとく。また後でね。でもちょっと見たいかも。どうしたの？でその格好は虫取りに決まってるか。今日はちょっと特別なんだ。ディオ、新鮮ミルクと取れたて卵分けて。何よやぶから棒に。まさか料理に目覚めたってわけじゃないんでしょ？えへん、実はね。で、伝説の虫？うん、ヨシアをびっくりさせてやるの。相変わらず説明になってないわね。推測するに、その虫をおびき寄せる芳香剤を作りたいってわけね。うん、多分そう。その芳香剤ができても間違って私にぶっかけないでよね。大丈夫大丈夫。本当かな。ご注文のものよ。あのさ、エステル、ついでだから言っとくけど、ん？あの子が弟になるんなら少しずつ話をした方がいいよ。あの子の過去もあんたの過去も、あの家にはレナさんが住んでいたってこと私は知っといてほしいな。うん、ちょっとずつね。でもそんなのわざわざ話さなくてもいいの。ずっと一緒にいたら分かってくるものだと思うから。だってヨシアはもう大事な家族だから。そっか、あんたのそういうとこ私は好きだよ。うん、ありがとね、ティオ。よーし、材料は全部揃った。あとはミストバルトで伝説のあの虫を捕まえるだけ。待ってろヨシア、絶対びっくりさせてやるからな。おいおい、ミストバルトなんて子供が勝手に入っちゃダメでしょに。っていうかその伝説の虫って何？ちょっとやってこうかな。おや、エステル君じゃないか。どうしたんじゃ？あ、市長さん。ああ、時計台じゃねえ。先月修復が終わったんじゃよ。うん、知ってる。ロレントの職人たちが集まっての知恵を合わせて取り組んだのじゃ。建材もできる限り元のものを使うようにした。ほれ、前とあまり変わっておらんじゃろ？うん、あんまり覚えてないけど。わしはこの時計台を見るたびに元気が出るんじゃよ。ロレントのみんなが、いや、わしが今まで出会ってきた全ての人たちがこの町を応援してくれておる気がしてな。うん、だからわしはこの場所を大切に思うんじゃよ。うん、よし、待ってろヨシア、今伝説のあの虫を捕まえてきてやるからな。は？エステル君や。ゴーゴー。はて、
ふんふんふい、獲物の匂いがするぜ。この辺にしようかな。よし、この木にしよう。なんか自己主張をしてる感じ。ペタペタ。うん、こんなとこかな。狙うは大物のみ。何しろ伝説の虫だもんね。ヨシアもびっくりするに違いない。にゃは。お世話になりました。関係ないはずだ。あの子に何があっても、もう僕には。クソ、これは私のだぞ。あげないもんね。このあっち行け。シッシだから、僕の後ろに隠れて。はあ、今の体力じゃこれが限界だな。あれ、逃げちゃった。ヨシュア？何をやってるんだ君は。え、こんな森の奥深くまで来て魔獣に襲われて、子供のくせに危ないことをするな。大体君はいつも無謀すぎるんだ。もっと周りの状況を見て行動しろ。そんなんじゃ。よしよ。ちょうどよかった。よくない。僕が来なかったら今頃は。ほら、これ見て。どうだヨシア、ついに捕まえたぞ。こいつが伝説のあの虫だ。でかすぎ。すごいでしょ。ねえヨシア、何か辛いことがあったのなら、それが話したくないことなら、私聞かないから。ヨシアが話してくれるまで待つ。それまでそばにいるから。うん、この虫あげる。だから元気出して。その虫が伝説。大したことないね。大したことない。こんなに大きいのに。うん、全然大したことない。その程度。見てなさいよ。絶対すごいって言わせてやる。もっとすごい虫を捕まえてヨシアを驚かせてやるんだから。ヨシア、ちょっとそこで待ってなさい。もう十分驚いてるよ。僕はこんなにも変わってしまった。君は本当に不思議な子だね、エステル。そして
僕は一つの約束をした。誰のためでもない、自分のための約束。自分という異質な存在をこの平和な世界に置いておくまじないを。それはこの世で一番卑怯なものだったけれど、君は許してくれるだろうか。僕は自分を偽り続けることよりもそのことの方が心配だった。皆さん、お見送りありがとう。こんなに大勢で来てくれてちょっとびっくりしちゃった。それで突然の話なんだけど、私とヨシアは外国に行くことになりました。二人で旅をしながら各地で遊撃士の仕事をこなしていこうと思います。多分とても長い旅になります。大陸のほとんどの地方を回ることになると思うので。でもいつかまた必ずこのロレントに帰ってきます。うん、成長した姿を見せられるように向こうで精一杯やってくるわ。はあ、しかしお前らと来たら俺に相談もなしに決めるとは。あら、そうだったんですか。まあな、休暇を取るのに苦労したぞ。ごめん父さん、急な話になっちゃって。でも二人で話し合って決めたことだから、だから信じてくれると嬉しいな。まあそれなら何も言うまい。この広い大陸でお前たちの好きなようにやってこい。うん、はい。二人とももうベテランだし、細かい注意とかはいいわよね。これからは学ぶべきもの、知るべき事柄を自分たちで判断していくのよ。目を養うようにしなさい。はい、肝に銘じておきます。遊撃士を取り巻く環境はリベールの内と外ではかなり違うでしょうけれど、でも基本は同じよ。あなたたちに教えた通りだから。うん、困った時は教わったことを思い出してみる。あんたたちなら大丈夫、私たちが仕込んだんだから自信を持って暴れてらっしゃい。シェラさん、アイナさん、今まで本当にありがとうございました。言葉じゃ言えないくらいお世話になっちゃった。気にしない気にしない、可愛い妹分のためだもの。エステルちゃん、生水には気をつけるのよ。ボタンはちゃんとかけて、寝る前には歯を磨く。あとそれから、あ、おいステラ、エステルだってもう子供じゃないんだから、そんなに心配しなくても。いい、エステルちゃん、ちゃんとしないとおばさん夢に出るわよ。なんだか冗談に聞こえないね。気をつけます。よしは、エステルを頼んだぞ。それからうちのバイトはいつでも空いてるからな。いいか、必ず戻ってくるんだぞ。はい、おじさん、おばさん、お元気で。エステル、私たちのこと忘れたりしないでよ。ああ、ほら泣くな泣くな。落ち着いたらすぐに手紙を書くわ。ディオ、エリッサのことをよろしくね。はいはい、エステルもちゃんとヨシュアのこと捕まえときなさいよ。え？ご忠告ありがとう。ヨシュア兄ちゃん、エステル姉ちゃん、ヨシュア。おやおや、うちの双子も泣き出しそうじゃないか。まあ仕方ないかもしれないね。あんたたちに赤ん坊の頃から世話になってたからさ。毎日のように遊びに行ってたっけ。
おじさん、おばさん、それにウィルにチェル、元気でね。時間になっちゃったわね。ではの、二人とも。うん。市長さんもお元気で。ヨシュア、心は決まったのか。うん、父さん。僕はヨシュア・ブライトでいたい。そのために大陸を回ろうと思う。僕が僕であるということは自分で掴み取らなくちゃいけない。そう望まなくちゃいけないんだ。僕はヨシュア・ブライトとしてここにいたいから。エステルや父さんたちのそばに、この町の人たちの中に、温かいこの世界で暮らしたいから。だからもう一度自分自身の道をきちんと見極めてこようと思う。そうか。少しはいい顔になったじゃないか。ありがとう。何よりの褒め言葉だよ。まったくもう、ほんとうちの男どもと来たら相変わらず自分たちにしかわからない会話をしちゃって。ほらほら、よしや、早くしないと置いていくわよ。はいはい。じゃあ、みんなまたね。エステル、今度会うときは俺も遊撃士になってるからな。それは楽しみね。ああ、本気にしてねえな。俺は本当に遊撃士になるんだからな。あの、僕も遊撃士目指そうと思うんだ。だから、うん、必ず帰ってくる。ルック、パット、次会うときは同僚ってわけね。私も楽しみにしてるから。ああ。エステル、ヨシュア、ここがお前たちの帰る場所だ。忘れるなよ。うん、父さん。忘れないよ。行ってきます。なるほどね。まあ、ヨシュアとエステルが出会って少ししてから、まあいろんな戦いを経てね、2人が旅立つまでを物語にしたっていう感じでしょうかね。結局なんだ見入ってしまって自分何も途中喋らなかったんですけど、まあなんだかんだ1時間ぐらいやっちゃいましたがね。はい。まあ、今はね、この、影の国って言えばいいのかな、の事件に巻き込まれてしまって、強制的にね、戻って、こう、させられてしまっているわけですけれども、まあ、実際には多分どこかしらでね、活躍をしていて、その活躍もまたいずれ、見ることができるんじゃないかなと思うんですけれども、とりあえずその辺はね、またおいおい楽しみにしておきたいと思います。でとりあえずそうですね、次回からは、ね、また物語の方を進めていくということで、ケビンがいない間ね、リースやエステルを使って、進めていくわけですけれども、また次回からも、どんな戦いが待ち受けているのか、あとケビンもね、いつになったら復帰してくれるのか、その辺もね楽しみに、進めていけたらなと思います。
では、英雄伝説空の奇跡ザ・サード実況プレイのパート46、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まで見ていけるな。